ぜだ。なぜお前なんだ。何人が挑んだと思っている。覚悟を決めろ。お前がウルトラマンオブなんだ。俺よりすげえ奴がいる。お前だよジャグラー。なのにオーブの光はお前を選んだ。言おうと泣いても仕方がない。なんだあれ。なすべきことを伝えている。お前に。いや、俺たちに。俺たちのファーストミッションか。お前をサポートしろと言うならしたか。だがあまり手を焼かせるな。向かってる。読み得る前に消えちまった。まずはスターゲートに向かう。ゲートを通過したら射手座銀河まで飛ぶことになる。そこで宇宙悪魔ベゼルブっていうのが派手に暴れてる。お前の任務はベゼルブを操る黒幕を捕らえることだ。俺たちのだろ。ゲートだ。別の宇宙があの向こうにある。星族域をさらに深いところに移したんだな。神殿だ。すっげえ大発見。すごいすごいすごい。あそこ。我が名はサイキ、ドクターサイキ。私に女王を差し出す。さもなくば宇宙悪魔ベゼルブを使わし命の木を破壊する。我が名はサイキ、ドクターサイキだ。私に女王を差し出す。さもなくば宇宙悪魔ベゼルブを使わし命の木を吐く。宇宙悪魔ベゼルブ、命の木。全ての命を生み出した聖なる木。それを失えばこの星が滅びます。だからといって女王陛下を差し出せるわけがない。
再起というものは何者ですか？何者であろうが、この男は本気です。我がカノンの衛星軌道に怪物の群れが周回しております。ベゼルブ、神話の再現なら戦神が宇宙悪魔を退治し駆逐します。再現ではなく覆そうとしているのです。戦神を倒せる勝算があるからあえて女王に戦いを挑んできた。私の命が狙いならなぜ直接ベゼルブに襲わせないの？何か裏があるのです。表も裏も関係なく先制攻撃をすべきです。戦争が始まるのですか？ゆ、あそこ。そいてざきんがやって看板はないのかよ。まさか歓迎を期待してたのか。聞こえる。何？おい、どこへ行くじゃん。毒針がベゼルブの一番の武器なんだ。刺されたらどうなるの？クグツって毒があって体に入ったら自分の意志が消えてベゼルブに操られちゃう。悲鳴が聞こえたような気がした。勘で動くな。宇宙で悲鳴が聞こえるわけがない。おい、救助隊にいた頃聞こえないはずの悲鳴を何度も耳にした。悲鳴は音じゃない、心から心への救難信号なんだ。おい、おい、大丈夫か？この二人はこの子の親だ。戦争は嫌です。親が子を残して死ぬようなことは絶対に嫌。平和に解決する策がきっとあります。では聞こう。衛星軌道の怪物をどうするおつもりか。策がないなら私の案を提案させていただく。直ちに再起の基地がある無人惑星ザインへと我が軍を送り込み先制攻撃をかけるんです。相手は科学者一人、すぐにも制圧できます。女王を最前線に立たせるおつもりですか？そのための王家の血ではありませんか？将軍、私は戦神になるつもりはありません。
に毒を受けるな。あんな臆病な小娘が我らの最終兵器だとはな。待って、王家に代々伝わるものです。災いを避けるお守り。なぜ私に？あなたにお願いがあるの。交渉で戦争回避できるのかな。隊長一人で座員に乗り込むなんて。戦争だけは避けたい。天手様も必死なのよ。賢いね。無駄な争いは避けて対話を選択したんだからさ。知的生命体だなんて言いながら暴力で解決する野蛮人とは大違いだ。いきなりよその星を脅迫するあなたは野蛮ではないと。面白い。私が野蛮だと思ってるなんて最高のジョークだ。じゃあさ、今から面白いもの見せてあげるよ。クイーン、お待たせ。怪獣たちのクグツ濃度だ。2匹は今ベゼルブに支配されている。で、そのベゼルブはクイーンの支配下だ。そして私はクイーンに指示を出せ。どういうことかわかる？クイーンに命じれば毒を打たれた全ての生き物を操れる。クイーン、始めてくれる？
グラフ見て。勝った方のクグツ濃度がググンと上昇する。そしてこのパワー、最終的にクイーンに送られる。クグツ濃度を高めてどうする？クイーンのパワーを高めて、クグツを全宇宙に広める。毒の力で宇宙を支配するのか？悪いことみたいだね。君だって女王様に支配されてるのに。私はアマテ様に操られているわけではない。そうかな。シンラ君たちもすでに別の毒で操られているんだよ。自分の星を愛する心、女王様への忠誠心。重要なのは目的。私たちがクグツを使って成し遂げたいのは、争いのない宇宙の創造だ。悪いことかな。もう誰もこんな悲しい目に遭わせない。ごめん。今はこんなことしか言えない。こんな約束しかできない。今のあなたは誰？君は誰？理想を追いかけたらダメか。新手の怪獣だ。シンラが私に毒を。お前らの隊長は今や逃亡犯だ。君の大事な女王様は私にとっても
大事な女王様なんだからさ。クイーンが泣いてる。どこかで彼女の子供が死んだ。悲劇はもうたくさんだ。そのためにはどうしてもアバディちゃんの協力が必要なんだよ、シンラ君。残念ながら女王は協力しない。私がさせない。でも君の女王様も平和な世界をお望みなんじゃないの？心の底からお望みだ。しかし私は、俺はあんたを殺すためにこそここに赴いた。すでに爆弾を仕掛けた。これが起爆装置だ。脅しているつもりだったのに、私が脅されているわけだ。失望させて悪いが、俺は野蛮なんだ。あ、ごめんなさい。待って、ちょっと待って。私がこう言ったら殺さないでくれる？譲歩するって。反省して譲歩を申し出ている私をそれでも殺す？それが戦わずに対話をとお望みの女王様への忠誠なのかな？アマテちゃんをしっかり守ってね。君の大事な女王様は私にとっても大事な大事な女王様なんだからさ。できない約束などするな。誰一人犠牲を出さない戦いをする。不可能だ。不可能って言葉は諦めた者の言い訳だ。限界はある。思いでどうこうできない限界がな。お前が正しいんだよ、きっと。けど理想を追いかけたらダメか？ダメではないが、愚かだ。お利口になりそうもない。隊長は邪魔だな。はい。信羅は女王陛下が戦神になられることには賛同しないでしょう。父親か何かのつもりでいる。思い上がるのも甚だし。私はここで。あの木は大丈夫ですよね？脅迫のことなら心配いらない。対処している。怖い顔なさってる。
いつの間にかこういう顔が癖になっているのかもしれないな。行かないと、あの木を守らなければならない。佐伯ってやっぱり怖い人だった？いえ、それが。私が空鬱を使って成し遂げようとしているのは、争いのない宇宙の創造なんだ。他人を操り支配することがどうして宇宙の平和って話になるの？じゃあ逆に聞こうかな。他人を妬み恨み攻撃する、そんなことを飽きもせず繰り返している宇宙の方がいいって君は本気で思っているの？毒で他人を従わせる宇宙よりマシだわ。クグツは悪魔の毒じゃない。逆、クグツは天使の贈り物。彼の話が本当だとして、その計画にどうして私が必要なの？欲しいのは女王自身ではなく、そのお体を流れる王家の血だと。なぜ必要なのかは女王陛下、あなたには分かるはずだと。心当たりが？王家の血、その一滴を差し出してくれたらベゼルブを引き上げさせる。彼は最後にそう言いました。情報に応じてくれたら嬉しいんだけどな。それに従えば戦うことなく平和が戻る。民のためなら、この血の一滴で平和が保てるんなら。お待ちください。佐伯に従うべきだと言いたいんじゃないの？私の思いは、天手様をどうすればお守りできるか、それだけです。けれど、これは私が決断すべきことです。女王としてこの星をどうすべきか、私が判断します。私は悪魔が作る楽園で暮らしたいとは思いません。他人を操って作る平和など信じない。ご無事で安心しました。敬礼を忘れたようだが。傷の手当てはしただろう。この子の面倒を見てくれる人を探す。目の前にあるものしか見ないから先を読んだ戦いができない。だからサポートがいるんだよ。助言を無視するお前にサポートが必要か。あそこならこの子の面倒を見てくれる人がいるかも。いや待て、妙な気配がする。磁場の乱れが。だから助言を聞け。これって種ですよね、植物の種。うん、種皮、胚乳、ここが胚だ。それとこれが炭素年代測定の結果。つまりマジで超古代文明の遺物ってことですか？しかもこの種はまだ生きてる。でも大きすぎる。どんだけ大きな木が育つわけ？300メートルくらい。ありえない。地
球上で一番高い木でも115メートルだぞ。これは地球の木じゃないんです。翔平？止まれ。両手を見えるところに。理解って。アブス様。隊長の院に出た。まさか隊長だって言いたいの？隊長が。隊長がどうしたの？防衛軍に捕まった。スザークで逃亡しようとしてたらしい。女王暗殺未遂容疑だって。隊長がそんなことするはずない。一家静かすぎるな。あ、その言葉は禁句にしようぜ。なんでだ。誰かがそう言ったら必ずトラブルが降って湧くんだ。やはり何かいるぞ。また地面の下か。いや、上だ。お前が変なこと言うからだ。ここにいたらまずい。気合い入れて変身しろ。同じ大きさで戦えるはずだ。この子を頼む。住民は多分あの建物から。噛んでものを言うな。
んで毎回取り逃がすんだ。ごめん、でも絶対捕まえるから。深追いは危険だ。罠だったらどうぞ。そん時はそん時だ。そして最後にもう一点、注射針からクグツが検出されたそうです。シンラが私に毒を。お母様。父のように兄のように。なのに これ加藤ですよね。ああ、じゃあこの辺置いとくか。はい。これも角だよね。ああ、角だね。ね。うん。泣いてる？ご報告します。神羅大将は女王暗殺未遂容疑で裁かれるまでの期間、監獄惑星にてその身柄を拘置されます。彼に会えますか？いえ、すでに護送船がドックを出ました。リッカ、ミコット、スザークへ向かえ。将軍からの緊急招集だ。奴は離陸特攻の護送船から脱出用ポッドを盗んだ。お前らの隊長は今や逃亡犯だ。逃げるなんて隊長らしくありません。女王を狙うこともな。神羅を追え。絶対に逃がすな。食事かよ。腹ペコはこっちも同じだぞ。怒りの方向が違うだろう。俺は船を助ける。頼む。
つなぐ。果実は永遠の命を与える。戦いは平和を生まない。聞こえるか武蔵。アスカ、女王は民のためのもの。ご自身の考えは必要ありません。俺女王様に聞いてみたいんだよ。巨人に変身する定めとどう向き合ってるのか。無駄だ。少しは学習しろ。奴の攻勢は効かない。あのバカ。船を乗っ取られた。これでも助けようとしてる。自分を信じない奴は何をやってもヘマばかりだ。あの巨人あんたの友達？ヒヨ。私んとこの女王陛下もね、巨人になれるんだよ。前見て前。あいつは俺の友達じゃない。でも相棒でしょ。ボルギヌス、よく食べるな。よし、本日も体調よし。聞こえるか、聞こえるか武蔵。アスカ、お前の力が必要だ。何があった？怪獣たちを使って宇宙を混乱させてる奴がいる。手を貸してくれ。どこに行けばいい？時空を超えてもらうことになる。アナザーユニバースってことだね。難しい言葉使われてもな。すぐに行く。君の居場所を目標にすればいいのかな。ああ、
そうしてくれ。助かる。怪獣たちを道具にしてるなんて聞いたら放っておけないよ。行こう。コスモス！やっぱこれは世界樹なんだと思う。世界樹って北欧神話の？うん。ユグドラシル。それ。伸びゆく枝は無限へと広がり、太い幹は過去と未来をつなぐ。そして果実は永遠の命を与える。永遠なんていらない。退屈そうだし、無限もいらない。迷ったら怖い。ね。情熱的に見つめたって芽も出ないし花も咲かないよ。翔平！翔平！ちょっと大丈夫？翔平！翔平！しっかりしろ！翔平！どうした翔平？しっかりして！壁まで飛んだ？ものすっごい勢いで。何か普段と違うものを体内に入れたとか、通常なら触らないものに触ってしまったというようなことは？バクテリアや寄生虫が脳内に入り込んで悪さをすることもあるんです。それって超古代の異物にもくっついてたりします？いえ、例えばです。ほら、冷凍で見つかったマンモスを解凍したら絶滅したバクテリアが復活するかもとかいう。なあ。マンモスに触ったんですか？触ってません。もう一度おっしゃってください。神羅の言う通り、再起の要求に従う方がいいのではと。戦うのが怖いから脅迫者に屈すると、そうおっしゃるのですか？私は民を守りたいのです。戦わずして負けを認めることは民を守ることにはなりません。お分かりのはずです。向こうは譲歩を申し出てくれました。それに応じることで無用の争いは防げるのです。王家の血を守ることは無用の戦いではありません。その血を守るために私に戦神となって戦えと言いたいのですね？その通りです。それでは私の精神が死んでしまいます。アマテ様の精神。戦いは平和を生まない。その信念を捨てろと命じるのは私の心を殺すことです。女王は民のためのもの。ご自身の考えは必要ありません。
君たちの女王様も巨人に変身するんだ。アマデ様と同じことができる人がいるなんてびっくりなんだけど。戦神、私たちはそう呼んでるけど、それになれるのは王家の血を継ぐ者だけだよ。って言ってもアマデ様はまだ戦神になられたことはないんだけどね。サイキってやつはその女王様を狙ってるのか。だったら直接本人を襲えばいいだろ。そうしないのは何か計画があるからだって。隊長が言ってた。元隊長更迭されたんだよ。それを忘れないで。秘密の計画か。なら俺たちが聞き出してやるよ。おい、私たちに協力してくれるの？宇宙悪魔を操る奴がいるなら、そこが俺たちの目的地だし。おい、旅や道連れって言うし。だからおい。なんだよ。お前は何を言ってるんだ。任務の邪魔になるだけだろ。この子たちは宇宙悪魔がいっぱいいるとこに行くんだぞ。かわいそうに。危ないだろ。だったら惑星座院には近づくなと教えてやるのが筋だ。何が一緒に行こうだ。任務はピクニックじゃない。私たちにも任務があるんだよ。逃げたのは私たちの隊長です。捕まえて連れ戻すのは私たちの役目です。ジャグラン、俺この子たちの女王様に聞いてみたいんだよ。巨人に変身する定めとどう向き合ってんのか。ねえ、王家の血って言ったよね。だとしたら生まれた時から巨人になれる力を持ってたわけだから、俺の先輩ってことだろ。だから彼女に聞いてみたいんだ。この力とどう向き合ってんのか。アマテ様、あなたとは違う。正反対。そうなの？アマテ様はその力を望んだわけじゃない。その力を望んで得て戦うために使うあなたとは、だから正反対。戦えば犠牲が出る。女王陛下はそれを許せないの。ならやっぱり女王様は似てるよ俺と。ちょっと来い。なんだよ。これ借りるぞ。星の向こうから助けを求めてる。俺の名前を呼んでる。なんでどっかの星に住んでる人のことがお前にわかる？なんでかな。なんで俺にはそれがわかるんだろう。勝手に妄想を膨らませてるだけだ。本当にしっかりしろ。大丈夫だから、私がついてる。絶対良くなるから。争いは感情から始まる。憎い、誰かを守りたい、そんな感情だ。だが戦いの真っ只中において感情なんて邪魔になるだけだ。そう割り切れたらいいのにな。本気でそう思う。だから俺はお前から学びたいんだ。女王様と話してみたいと同じくだよ。俺から学ぶことはたくさんある。ありすぎて泣くぞ。つえ知ってる。すごい技ですね。どんな流儀なんですか？邪神流だ。私が理想としていて剣さばきが目の前で展開されていました。あんな風に剣を操れるなんて
憧れちゃう。所詮は他人の命を奪う技術だ。そんなものに憧れるな。教えてください、邪神竜。本気で学びたいんです。断る。女だからって理由なら。任務がある。余計なことに関わってる暇はない。さっき見て少し覚えたから。やめておけ。怪我をするだけだ。強くなりたいの。女陛下をお守りするために。戦いたくない女王様か。人に守ってもらえるからそんなお気楽なことを言っていられる。天手様は決してお気楽なんかじゃありません。そうか。俺にとってはどうでもいい。あなたは心に穴が開いている人ですね。立花も同じ顔してた。信じられた者に裏切られた顔。逃げた隊長の話か。あなたを裏切ったのはやっぱり女性。強いしかっこいいしモテると思うし。確かに信じてたものに裏切られた。だが女じゃない。じゃあ友達ガイさん。ガイ、あいつは誰かを裏切るなんて思ったことすらない。不器用の見本だ。じゃあ誰に裏切られたの。俺自身に。惑星ザインに接近。スザークはこれより着陸態勢に。敵襲。おそらくベゼルブ。変わる。任せた。こいつらを操る奴を攻めた方が早い。だね。こいつらは操り人形。指令を受けなきゃただのテク人形。Yeah.
当に吐き気がするよ。野蛮な暴力を正義だと吐き違えている連中にはさ。待て、おい、ザキは何をした？挨拶だけはしておこう。私はどんな時でも礼儀正しく生きたいからね。森脇翔平さんですが、脳や神経には異常は見つけられませんでした。もしかすると心の方に問題があるのかもしれませんね。あ、待て、なっちゃいないぜ。変われ。え？いいから変われ。あ、もう壊さないでよ。自覚がなさすぎる。もう少し背後にも気を配っておけ。サポートありがとう。佐伯って野郎の基地がどれか分かるか？あの大きなタワーだよ。本当に吐き気がするよ。野蛮な暴力を正義だと履き違えている連中にはさ。あ、侵入者、侵入者。ほう、ほらほら、きっとこいつらも野蛮だよ。あ、どうするマイフレンド。はあ、ちょ、よし、何をやってるんだ。早く隊長に事情聞かなきゃ。潜入のルールを知っているのか。ほらほら、早く行くよ、師匠。師匠、なんだそりゃ。やれやれ。ねえねえ、どうするの？野蛮な連中だが、挨拶だけはしておこう。挨拶？私はどんな時でも礼儀正しく生きたいからね。ほら、クイーンも挨拶は大切だってさ。人の気配が全くしないね。静かすぎる。おい、それを口にするとろくなことにならないぞ。銃口震えてないか？
ちゃんと人一倍の訓練は受けてます。心配ないよ。その言葉信じてよ。そんな目で見るな、照れくさい。さっきはすいませんでした。俺がヘマしたばかりにアスカさんに迷惑かけてしまって。まあ、ウルトラマンになって最初はそんなもんだろう。名乗り遅れました、ガイと申します。よろしく。怪我は大丈夫か？大丈夫です。どうした？ジャグラーたちが。バカなこと言ってないでさっさと隊長を探せ。ここは俺に任せ。その言葉信じてやる。守るべきものを守れないような俺が選ばれるなんて、本当広い宇宙には不思議なことだらけです。手にした力の意味を頭でいくら考えても答えなんか見つからねえぞ、ルーキー。よし、この微妙に外れた感じ、隊長だ。我らカノンコの得体、リカ、ミコット、来ると思っていたぞ。本当にアマテ様の暗殺を？全くの濡れ衣だ。ライゴー将軍は俺の存在が邪魔だったんだ。ライゴーは俺を捕らえて、俺の偽物を仕立て上げてアマテ様を襲わせたんだ。騙されるな。俺を信じてくれ、ミコット。その言葉信じます。今すぐカノンに連絡を。師匠、あんたのおかげで隊長に会えたよ。
首相！クグツか。来るな。俺の中に入って来るな。クグツが解毒された。アマテ様に感謝しなくては。ジャグラー、師匠ダメ。まさか俺が操られてたんだ。仕方がない。本当に乱暴な人たちですね。ハロー野蛮人。神楽以外はお初にお目にかかります。サイキ、今から自己紹介しようと思ってたのにしわれたな。そういうとこと乱暴で野蛮なところは直した方がいいと思うよ。何言ってんだ。私がこの宇宙を平和に導こうって話をしてるんだけど。話がしたけど姿を見せろ。その態度、頭が痛くなりますね。もう限界です。おい、逃げやがった。逃げたんじゃない。スザークはどこだ。追うぞ。ワーブ設定完了。あいつら追ってきてるよ。生意気。こちらこの辺隊スザーク隊長のシンナだ。大至急この通信を女王執務室につないでくれ。こちらこの辺隊スザーク。くっ、ジャミングか。おい隊長、こっちもワープするぞ。はい。なんだ、ワープエンジンにダメージ。再起の仕業だな。隊長、飛ばすから何かにしがみつけ。歯がゆいな。カロンに着くまで何もできないとは。うん、なんか懐かしい味がするな。似てますか、アスカさんの故郷の味に。うん、どんなに遠い星で生まれても結局みんな同じものを求めるのかもな。あんたに何があった。説明お願いします。ライゴー将軍にはめられ囚人惑星送りにされそうになった俺は、
護送船で騒ぎを起こして脱走した。ほら、天手様を守りたい一心だった。だがカノンに戻ろうとした矢先、俺の脱出艇はベゼルグに襲われ、気づいた時には。サイキ、お前は天手様の血をどうするつもりだったんだ。戦神となる者の血を検査してみたかっただけだよ。それって命の木の種かい？もし本物なら貴重だよ。だってクムツを解毒できるんだからさ。え？シンラ君はカノンに返さない。だって君がアマテちゃんに会ったら彼女が戦神になろうとするのを止めちゃうだろ。奴の本当の目的はアマテ様、いや戦神だ。戦神？世界は変わる。やめた光がクイーンと女神が出会うとき、世界は変わるんだよ。どういう意味だ？ベゼルブを使ってカノンを脅迫してきたのはアマテ様を追い詰め戦神にすることが目的。早く伝えなきゃ。俺が先に向かいます。ちょっと待て、俺たちにも体力の限界がある。アスカさん、その体で繰り返し変身するのは無茶だ。無茶かもしれないけど無理じゃない。お前に大事な仲間がいるように俺にも頼りになる奴がいるんだよ。なるほど、かなりまずい状況だね。惑星カノンは怪獣たちに包囲されているらしい。それを突破して僕が女王様に会う。彼女が戦神になるのを止めてくれ。これがテレパシーってやつ？頼んだぞ、ウサシ。分かった、お前にやってみよう。翔平、退院したんだ。検査結果は？翔平、食べるか？おい翔平、翔平、翔平、翔平。いかがお過ごしでしょうか。譲歩の提案は受け入れられなかったと判断いたしました。よって当初の要求通り女王を差し出してください。さもなくば夜明けとともに総攻撃を開始します。破滅を告げる太陽が昇るまであとわずか。全面攻撃に備えよう。総員戦闘配備。
はっ。それと女王には戦神になっていただく。信じられないスピードでどんどん強くなった。戦神とクイーンベゼルブが出会い争うことは民に災いをもたらす。今民を助けられるのは戦神だけです。美しい夜明けだ。